そしたらほんだらやっていきましょうか。前回ね、結構たくさんコメントいただきましてありがとうございます。コメント多いのめちゃくちゃ嬉しいので、でその中でこの上のセーブデータが気になるというコメントがあったのでちょっと見せときますが、まあ、焼肉声風はもう単純にあの時俺が好きだったキャラクターたちが入っていると、まあ大石大好きだったんで大石を主人公にして焼肉恋風という名前にして、まあ大好きなベース様で、ベース様の側近カバジで、中身の鈴木志弘さんが好きというところから来た神尾明君と、そして文太今回も入れて、で目を開けろチームは柳源氏と藤井修介、まあこの二人ですよね。で次郎が開いちゃってるんですけど、このこのサムネイルだとね、まあ寝てるからね、入ってると。で室町と野球は、どうなんやろ、中が閉じてるということにしておりますっていうようなチームでございます。はい、これ多分途中やねんな、総合チーム力低すぎるやろね。よっしゃ行きましょう。よし、ほいだらやっていくんですけれども、ちょっと自主練しながら、コメントに対して少し返信をさせてもらおうかなと思うんですけど、あのね、あのゲームの音が小さくないですかっていうコメントをいただいてて、まあ、確かに俺もそうかなって思ったんですけど、結構ねこのゲームさ、あのてかコナミさんのゲームにありがちなんですけど、あの BGM に対して声の音量が小さいというね、乙女ゲーとか普通の恋愛ゲーム、あのギャルゲーでもあるんですけどね、ときメモシリーズでもね。そうで、ときメモシリーズはあのシリーズによっては声の音量だけ大きくできたりするんですけど、これできないんですよね。何しようかな、ちょっと待って、ラリーしよう。ラリーでちょ、この頃はスタミナは上げたい、それでテクニックも補助しておきたい。これさ、テクニックさ、あの最高まで上げてから走り込みしなきゃっていうコメントもいただいてましたが、まあ、前回俺でも言っててんけどね、うん、結構大変じゃないこれ SS まで上げるの、うん、なんでね、まあでもラリーしてテクニック補助しながらスタミナはマックスでいきたい。やっぱ元気っ子ですからスタミナは上げ上げでいきたいよね。で逆にメンタルはまあ低めでもいいかなみたいな。なんか元気っ子ってさ、闇落ち属性があるとそれはそれで人気出るじゃないですか。あんなに元気だった子が闇落ちするみたいな展開、まあ、好きな下水方もいらっしゃると思うので、まあ、メンタルはまあまあそれなりぐらいの感じで保っていこうかなと思います。で結構ね、あのこのゲーム落ちやすい、フリーズしやすいゲームなのでこまめにセーブをというコメントもいただいてたのでしとくわ。よっしゃ、じゃあね、んよっしゃ、じゃあね、ミーティングでも行くか。ミーティングせえ、ミーティング、ちょっと話し合え、今後の俺たちの将来について。あ、サンガバトリオに菊丸とダン君が入ってパワフルファイブとしてどのような活動していくか。僕もちょっと練習していきたいんです。今度付き合ってくださいね。いい心がけだ。今度僕の練習に付き合ってもらえませんか全員同じこと言ってるじゃあ一緒に練習せよ、みんな。今度俺の練習にも付き合ってくれよなんやねんな見せてもらおうじゃん。練習に付き合ってくれよしか言えへん。お前もか。みんなでもっとテクニック鍛えておいた方がよくね。お丸井くんみたいな面白い球打てたらきっと楽しいよ。そう、なんかね、次郎が丸井文太に一方的に憧れてるという話らしいんですよね。ただなんかいろいろ見てる限りではなんかその新手に以降のなんかペアプリやったっけ、なんか別の世界線じゃないけど情報戦では結構なんだろう、文太が次郎くんって呼んだりとか、ちょっと文太側も親密な関係が後半は出てきていると。新手2以降で、新手2の漫画の中ではそんな描かれてるわけじゃないんですけど、そうっていう世界線もあるらしいので、まあでもそれより前の話やもんなこのゲームって。だからその次郎が文太に一方的に好きっていう、そういうような状況なわけですね。まあ今の文太は文太で、何やったっけ、あの君マロやったっけ、なんかあの交渉人やったっけ、なんか高校生のね、あのイケメンにちょっと憧れてる感じはありましたね今文太は。よっしゃ、ミーティングもしたところでどうしよっか。特別練習とか一回、いや練習試合はねこの実況パートの最後とかにやるのがいいような気がするから、じゃあ遊びに行こうぜ。あの仲間のこの連帯感めっちゃ大事やからね、このゲーム。最強チームを作ろうやから、最強選手を作ろうではないですかね、このゲーム。まあこういうところでのんびりすんのっていいよな。俺もうね、もうすぐ寝る。お前はだよね、天気もいいし。ダダダダンね、こっちでバレーボールやりましょう。いいぜ、また俺の妙技見せてやるよ。あ、いいね。あ、ダン太一がルーズを抱えた。お前でも、文太が友情、まあまあまあ、ダン君がもうなんかいろいろ抱える分にはええか。
どういう、ルーズってさ、練習サボったりすんじゃないの？ダン君一番弱いのに一番練習サボったらもう、うんちよ、お前、君。うん、ストレートに言うけど、うんちよ。あ、そう、ブンタのフットワークを SS にしたいから、どうしよっかな。なんか、テクニックとフットワーク上がる練習ないの？そんな都合のいい。あ、まあ、リターンでテクニック下げずに、あれか、いけるわけか。じゃあ、リターンやろうぜ。フットワークは、このチームの要でもあるので、で、フットワーク軽いとさ、こっちで操作しててもね、足が速くて、切り返しが速くて楽なんですよ。で、ブンタのフットワークを SS にしたい理由といたしましては、ブンタって新テニスの王子様で、キテトを組んでた時かな。なんやろ、ツイッターとかに若干バズってたかもしれないんですけど、テニスでダブルス組んでたら3対1になるっていうのの、一躍ブンタやったんですよ。待って、どうしよう、何しよう。特別練習しちゃうか、ブンタのフットワークに対して。いや、でもそれはもったいない、もったいないな。どうせそのうち上げられるような気がするからな。誰に相手してもらおうかな。ブンタの、あ、むしろテクニック上げるか。待って、テクニックに1個上げようぜ。シングルス、スマッシュはパワーやろ。テクニックがいいな。ショットターゲットをやろうな。なあ、もっとテクニックを着た。お、来た。打ち分けて相手を翻弄できると試合もバッチリだよね。はあ、いいね。お願いするぜ。行こう。テクニックを徹底的に鍛えた。いい感じじゃん。さあ、次行くよ。テクニックが1段階上がり、友情度がなんか下がんねよな。これなんでなんやろな。文太のエイジへの友情度は大きく上がる。あ、そうなんや。あり、もっと練習手伝ってくれね。行こう。ショットターゲット。およそ2秒間隔に繰り出される球を指示通りに打ち分けていく。正確に打ち分けることでテクニックが磨かれていく。任せろ。右だ。はい。右サイド。はい。左だ。左サイド。はい。真ん中だ。センター。はい。左だ。やばい、危ねえ。左サイド。これそんなに難しくないよな。OK。左サイド。センター。OK。センター。OK。結構長いな。センター。すごく充実した練習となりました。動体視力を、アングルってなんだ、スピード封じってなんだ、なんか、ちょ、テクニックニークむちゃくちゃ上がる。あ、これやれば、そうか、テクニック SS1 で持っていけんのかな。やべ、ブンタの、もう S じゃん。あ、じゃあ、ブンタのテクニックだけでも SS にしてから、走り込みしよっか。それがいいかもしれんな。ちょっと、あれやろ。もう一回、ラリーやろ。ラリーやろ。一回リターンハサミのラリー、全員のテクニック SS にしてから走り込みはちょっとしんどいと思うからね、じゃあラリー行きましょう。そうで、フットワークを SS にしたい理由としては、その3対1になってしまうんですけれども、その後ろから打った球が文太のケツとかね、後頭部とかを狙ってくるわけですよ、起点の打った球が。で、そうならないように、もう文太が前衛で全ての球を返すっていうワンダーキャッスルっていう技を覚えるんですけど、技でも何でもなくて、単純に素早いフットワークで前衛で全ての球を返してるだけなので、技なんかっていう感じなんですけどね。だ、それをやりたいので、文太にはワンダーキャッスルをやってほしいので、ジローに球渡さないみたいな、そんな感じにしたいので、今回はフットワークを SS にはしたいなと思ってるわけですよ。よっしゃ、んじゃあね、また遊びに行くか。どんどん遊びに行こうぜ。なんかいろんなイベントあった方がね、楽しいし、仲良くもなれるし。さて、次の曲で勝ちを決めてやるぜ。音ゲーやってるか、ももよう出てくんな、君。ジャックナイフマン。お、何言ってんだ。いいね。この曲なら得意中の得意だぜ。あ、そっか。この勝負もらった。リズムを上げるぜ。あ、リズムを上げるぜ。嬉しいな。ちょっと声をかけよう。あれ、ももじゃん。何やってんの？大石にも会いたかったな。ああ、失敗した。あんたが急に声かけるから。こうなったらあんたも参加してもらいますよ。菊丸のことあんた呼びなんやな。え？俺が？あ、でもどのイベントにも対応できるようにあんたになってんのかな。リズムゲーム勝負が始まった。うん。これは？なんかやるの？これ。の、やるねー。これは俺も負けらんねえな。これテクニックとかなんか高いと、いいみたいな、あれかな。てかもうこれ普通に、ただただ友情度が上がるだけのイベントなんかな。ももちゃんってさ、
まあ、いいやつなんやけど、見た目だけで言うとちょっとヤンキー感強いよな。道端であったら俺多分おどおどしてた。あの昔のもう陰キャを極め倒した高校生の頃にももちゃんってたらむちゃくちゃ嫌やったよな。この人たちと関わりたくねえな思いながら日々を過ごしてた。 SS 行かへんかなこれ、このまま行ってくれ。およよ、大会まであと10週間もあるのか。先のことまで考えてちゃんと計画的に進めていかなきゃ。そう、技を覚えるとかもあるんですけれども、結構後半になってくるよね。後半にまとめて技を覚えた方がいいよね。キクマルビームをいろんな人に覚えさせるっていうのもやりたいんだけど、どうしようこれ。もう自主練で固めちゃうかここね。自主練で SS まで持っていくか。うん、このまま SS に持っていきたい、テクニックを。もうこのままラリーやってラリーの強度上げよう。あ、レベル2にはなってんねんな、ラリーの強度。いつの間に上がってたんや、俺見てなかったわ。 OK、 じゃラリーしまくろ。自主練って微妙かもな。あの週末まで使って練習してもそれほどパラメーター上がらないから、うん、なんかあのそれより遊びに行ったりミーティングしたりして友情度上げてる方が重要やよな。うん、ん？あれは？ジロー。て、いや、あ、今日は真面目に練習してる。頑張ってんじゃん。これな、結構ね、微妙なところなんすよね。あ、声をかけないでおこう。その練習を見守る。おお、ジローがブヨミシャロー取得した。で、ジロー根性。いや、よかったんじゃない？うん、これね、声かけたらかけたでいいやつだなってなるときもあるけれども、あのかけたらなんか怠け癖みたいなやったかな、そんな感じのパラメータがついたりするときもあるから、結構難しいとこなんですよねあれはね。よっしゃ、ちょっとセーブしとこう。毎回セーブするわとか言って全然セーブしなかった。よし、じゃあ遊びに行こうぜ。ああいいだろう、遊びに行ってちょっと走り倒そう。今日は超楽しかったな。ほんといい気分転換にもなったし、いいね。あ、ガックン。ガックンって言うんか。ムカヒをね、ちょっと入れたい気持ちもありました。コメントでもあったんですけど。だけど、まあ、今回ちょっとジローが入れたくて。で、各学校から一人にしようと思ってたんですよ。せっかくね、ドリームチームが作れるから。だから、エイジの相方としても、石丸銀じゃない。おいしょ、なんだろう。省いたっていうのもあるんですよ。こんなところでこんな練習してたんだ。ブチャラティー感すごいな、やっぱり。おい、てめえ、久々に見た。何見てんだ。あ、喧嘩か。チェ、見つかっちまったならしょうがねえな。どうよ、ちょっと相手しねえか。鍛えてやるぜ。お、試合じゃないよね。あ、じゃ、いや、試合やんのか。ムカヒとキクマルか。あ、でもいい対決じゃないこれ、すっげー。あ、違ったわ。違うんかよ。よし、じゃあブンタはもうこっからがっつり走り込みます。はい。で、ちょっとまあほんまはがっつりパラメーター上げてから技習得がいいという話ではあるんですけれども、青井健太郎あたりね、技少ないので技習得しちゃおっかね。ああ、何覚えようかな。そうね、なんかさ、菊丸ビーム全員に覚えさせるっていうのもありなよな。ね、菊丸ビーム覚えられるね。ちょっとどうしようかな。よし、ちょっとさ、覚えるまですげえ時間かかんねんけどさ、専用ボイスもあって普通に強力なレーザービーム、青井健太郎に覚えさせようか。この人ね、シングルスで頑張ってもらわなあかんからね。で、菊丸もなんか技覚えようかな。この3人走り込みさせて、じゃあダン君、いや待て、菊丸は走り込みさせて、でダン君にもなんか覚えさせよう。よし、ダン君にゼロ式ドロップ覚えさせようか。よし、これ5周もかかるけどな、めっちゃかかんな2人とも。いやいや、もう2人はちょっと技で頑張ってくれ。うん、強力な技があればなんとかなる。それを信じて、このこの二人には最強格の技を覚えさせましょう。うん、ゼロ式ドロップってずるいよな、マジで。で、あのさ、特にずるいのさ、あのゼロ式サーブってなかった。サーブってワンバンしてから打たなあかんからさ、事実上もう無理やろ。ね。そうそうそう。
よし、じゃあ今日は最後に全員グラウンド10周いっぺん行ってみたかったんだよね。マジかよ、うえー、脱落者はいなかった。オーブンとは怪我しにくいよ、取得すげえ順調にいってない。ダン君があのルーズとかいう特性を得ただけですげえ順調。ちょっとこれぐらいで一回ステータスみたいな、うん、どういう状況になっているのか見に行こうぜ。ねえ、俺お腹ペコペコなんだけど一緒に何か食っていかない？誰や？あ、ジローか。はあ、はいはい、別にいいけど何食いに行くんだ。ああ眠そうやな、マジで。ポッキー行こうぜ。へえ、俺もそれ超好き。急に元気になるからよ。じゃあどっかで買って公園で食おうぜ。可愛らしいやっちゃん、ジロー。ああ、ジローさん、おめえ案外気が合うじゃん。なんだか楽しいな。ジローをコメントでもらってたのはさ、なんかジローが練習中に寝てるイベントあるじゃないですか。あれね、なんか友情度が高くなった時は起こしてあげる方がいいらしいです。仲いい友達に対してはなんで起こしてくんなかったのくんみたいになるらしい。犬かよって感じだけど、まあ、ジロー犬っぽいけど。ねえ、よっしゃ、セーブするね。よし、ちょっと各メンバーの技まず見ていこう。そう、まあ菊丸って結構技の宝庫なのであんまり新たに覚えさせることもないかなと思うんですけど、まあ一応サーブ技は1個覚えた方がいいんかなという感じはするな。菊丸もレーザービーム覚えるか。んで、そう、青いカニ太郎がね、すげえあのプレッシャーなんちゃらばっかりなんですよね。プレッシャーに強いから、ね、プレッシャーを高めることにより強くなる男なんで、まあいいんだけど、サーブとドロップとコードボールと、まあ、あるはある程度あるリターン技ぐらいかな、なんか覚えさせようかなっていう。んで、これね、逆です小僧さん、真っ暗だダダダダンダダダダンってどういう技やったこれ。相手の気力、失敗時に自分の気力に応じて相手の気力ゲージを減らすと。だこれぐらいしかないよな、あの攻撃技っていうの。だからもうダン君はゼロ式ドロップの男になるしかないなこれ。あ、なるほどな。ボタン押しっぱなしでインパクト演出が続き、ボタンを離すとボールがラケットから離れる。うん、なるほど。なんか微妙やしな、技的にもな。さて、あ、ジローもちょっといるな。ボレーはそう、ボレーのボレーがねうまいから、まあ、ボレー技はいいんだけど、でサーブ&ダッシュがあるからサーブ技はまあ一応いやあるとして、普通のショット技なんか覚えさせたいね。ああ、んでこの人ね、パワーリスト外しこういうなテクニックが上がると。でもこれマックス以上は上がらないよね、だからこれは必要ないかなって。で風船割り、そうそう、これさ相手の気力が下がるらしいんですよね。でこれ結構強い技らしい。何してんねんって俺ずっと言ってたけどね。ね、そしたなので、この人もボレー技ばっかりなので、うーん、リターンとかスマッシュなんか覚えさせなあかんな。 OK、 わかった。じゃあそういう感じでちょっと今後の、今後のね目指していきましょう。じゃ あ今日の締めくくりに練習試合しときましょうか。いよいよ初めての練習試合か。チーム戦だからダブルス、シングルス2、シングルス1の順だよな。先に2勝すれば俺たちの勝ち。対戦相手のご登場だ。水木、ああ藤井、ああ強ない。待ってさて。主将チームやん、やめろよ。いや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 、ドリームチームやから、全員世界に旅立てるチームやから、そこあかんって。楽勝楽勝、朝飯前で。なんで生きれるの？オッケー。油断は禁物だね。そうだな、向こうこんな首相やのにさ、このメンツ見てなんで生きれるの皆さん。もう信じられへんねんけど俺。あ、部長。嘘みたいに負けそう。痛い。ジロー。いいね、ゾクゾクするよ。マジか。あー、よし、じゃあ今日の締めくくりに練習試合しようぜ。どれぐらいの強者が挑んでくるのか楽しみだね。初めての練習試合か。チーム戦だからダブルス、シングルス2、シングルス1の順だよな。先に2勝すれば俺たちの勝ちだね。うん、おお、いいね、イブくん、はいはい。藤井、あ、ちょっと強いな。美月、あ、強いな、あ、強いな、強いな。どういうチーム？ん？イブくん、陰キャチームじゃない？チーム陰キャ、完全に。どうしようかな。
ここはね、大将にダン君を置いてもうシングルス1まで回ってしまったら終わりというプレッシャーに青井健太郎を立たせて、ほんでダブルスをこんな感じでいこうかな。で、ブンタを俺で動かそうかな。よし、ブンタ俺で動かして、できれば前線で弾を取りまくってワンダーキャッスルしたいけどな。できないかな、どうやろな。まあ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 、とりあえずやってみましょう。毒舌チームまあまあ、要は陰キャチームですよいやでも藤はな、ちょっとなんだろう、確かになんかダークネスキャラ若干あんねんけど、でも陰キャでもない。いやつは最初の2人がかなりきついな。イブくんシングルスで来るんやん、そこ狙い目やな。絶対龍馬が大将で来ると思うから、こっちから攻めてくぜ。青井健太郎 VS イブくんは勝てると思うから、普通にやったらここやな。油断はできないね。ちょっと飛ばしてもった、申し訳ない。そのようですね。よし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 、行きましょういやー、ここやな、ここやぞ。正念場は頑張ろうぜ、ジロー。うん、いけ、よ、いいねー。よし、さすが。もう仲良さそういいね、このタッグが仲いいとなんか嬉しくなるな。世界取れよ。オッケー、あめ、ナイス、ワンダーキャッスル。てっ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 て、キテと2人で曲出してるんですけどね。これ無理やろ、これ、うん、あー、そういうことよね。返せない系技よね、もう仕方ないね。今のはね、返せない系技ももう厳しいよな、どうしようもないもんな。オッケー、いいとこ投げました。ワンダーキャッスル来てるよ。そう、キテとのね、二人の曲、何見えますよ。ああ、なるほどね、落ちる場所が見えるやつか、はい、でもなんかコンピューターの場合は関係なくね、それって思うんだけど。あ、まあ、すいません、ワンダーキャッスルしすぎて甘い球返しちゃうと普通にスマッシュされちゃうな、まずい。そう、キテとの曲のサイドバイサイドっていう曲がすげえいい曲なんですよ。僕もあんま知らなかったんですけど、テニラビーで知ったんだ。ちょっと待って、雑談してたら負ける。普通に甘い球を返してしまう、やばい。ジローに迷惑かけては、頑張ろう。ジローはね、いいサーブしてるから。よ。なんか真ん中ばっかり行くな。まずい、これ返す。オッケー。いいね。ナイス。オッケー、ナイス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 。ちょ、俺も必殺打ちたいな。何気に必殺ゲージ溜まってるやん。オッケー。妙義。鉄柱当て、はい、天才、はい、天才的、天才的、かっけえ。うっ、ブーンちゃん、ブーンちゃん、世界取る。そのコース返してみろ。返す大したことないな、ミッキー。なんか知的キャラって難しいよな、このゲームで再現するの。丸見えですよ、君の弱点。ナイス、ワンダーキャッスル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 。お、ナイス。よし、俺も必殺打てるとこやったのに。いいね、セルスティショボレめっちゃ強いな。ここは絶対キープしよう。あの軌道返せへんやろナイス、ジロー。ジローが思いのほかいい仕事するぞ。気力レベルも3になってる。ただ相手の富士も気力レベル上がってるから、ナイス、オッケー、うん、いいね。また、よいしょ、オッケー。風船割りしていくか、ちょっとあれで気力レベルを下げることが。データ通りです。なんだ、 R 押しながら俺も風船割りしたい。よいしょ、ごめんなさい、間違えましたむちゃくちゃ間違えました。やばい、一発撃たれた、そんなことしてるうちに。消えるよ、消えないで。おお、返した。おお、マジ面白スマッシュ。おお、おいおい、なんで、お前なんで、ちょなんで、ね、ちょ待って、返されてるし、2回ともなんで必殺2回連続で撃てるのという疑問もあったが、え、なんで動けない。おお、びっくりした。お前よし、なんで必殺ゲージ減らないの。よし、おいおい、どうした、なんや、ジローの、ジローが覚醒しておる。オッケ
妙義鉄柱アテンダーン。いいね、天才的、天才やわちょっと芸術使っちゃったけどね、風船割りしたかったところに。よいしょ、うーん、やられるね。いや、これ返せる。ナイス、ツバメ返しは返せるな。おお、来た。いや、マジでジローの必殺ゲージたまんのが早すぎて、あー、まずい。いける、これはいける。え、どうしたジュースか。その打球消える、来ない。オッケー、ナイス。丸見えですよ。あ、前ミスった。ナイス、ジロー、お前よう動くなよーし、ついよジロー。ブンタと組んで張り切ってんじゃんから、まずい。あ、無理や。あー、そうか、そう、消えたように見えるぐらい死ぬほど曲がんねよな。立ち位置が悪かったな、今のは。ダックないですね。いい返しでした。はい、ここしか拾わないと、ジローの働きに報いろ。オッケー、ジローがワンダーキャッスルしてる。ナイス、ドーン。返せない、かわいい、うまい、ジローかわいい、ちょっと待って、ジローかわいい、うまい、強い、KUT、ナイス、ナイス、お、見えですよ、君の弱点。ちょっと待って、俺が必殺打とうとしてるのに、全部やってくれる。妙義、綱渡りやったっけ、もう一個の方の妙義もやって、あ、でも、マニシンかったな、ちょっと右行こう。はい、返したー、いいぞ。ジロちゃんが全部返してまう。ジロちゃん、ジロちゃん、ジロちゃんが丸見えですよ、君の弱点。おお、危ねえ。なっ、あー、くそ待て待て、行くよ。おい、ナイス、オッケー、オッケー。妙義、綱渡りの方行きます。天才的。あ、返すな、返すな、バカ。おらい、マジで。ヒグマ落とし。やめろ。ボレーなら誰にも負けねえ。結構これが一番強い説あるよな。必殺技の応酬で結局ジローの必殺が一番強いっていうなんか状態になってるな。うまい。うまい。あ、ちょ、俺かい。ジロー。その調子です。今の俺かい。ちょっと待ってぼーっとしてたわ。あっ、じゃ、まずい。いや、ちょっとこの接戦制したいな。ジュース180万、その打球消えるよ。ここだバリシンカット慣れてきた。ナイス。これなら誰にも負けねえ。お前の返されるが。なんやねんお前は。よしそんなにいっぱい出していいもんちゃうぞ、必殺技。熱戦すぎるやろ、どんだけ熱戦やん。おい、OK。 甘いですよ、せん割り。あ、返しちゃう、危ねえ。よし、やば、甘い球返すとこやった。必殺に助けられたな。 OK、サービスエースからの、これしっかり返していこう。そっちか、あぶねえ。あー、無理や、今のは甘いです。あー、デュース7 どこまで行くねん。ナイス、よいしょ。あ、ちょ、甘いですね、マジ。いいね、お見合いしたな、今の。まずい、返したい。よっ、ドン。ほい、ナイス。もう全部一応返すつもりだ。もっと回転が必要だよね。面白い。マジか、これ返せたらガーン。よー、これガーンやぞ、来た。藤火寄った、今がチャンス。
アシストしてくんな、藤がピヨってるところに。しかしまだピヨってる。見えますよ。打たせてやるよ。ナイス。ボレーなら誰にも負けねえ。ジローめっちゃ。イエーイ。オッケーオッケーオッケー。よし、デュースナイン。ほら、僕が行くよ。どんだけ続けんで、マジでこれ。おりゃ。マジのなんかアトベがやってる試合みたいになってきてんな。ああデュース 180g 抜くやつ。ナイス。よし次俺が決める。妙技綱渡りで鉄柱当ての方が返しにくそうやよ。あぶねえ。ナイス。面白え。ジロー強え。うめえ。サンキュー。接戦制した。そんなに大勢でずるいよな。やめろや。ぼやき返しって俺が言ってからの返しやぞ。こっちのチームぼやくようなメンバー一人もおらんから、ね、陰キャ VS 陽キャの、陽キャの強さにしたるわほんま。渋谷来い渋谷お前ら。打ち込んでなさい。終わりや。待て待て、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。よし。そう。はい。丸見えですよ。いける。ジローならいける。OK。やばいな。ちょっとさっきの接戦を制したことでちょっと集中力が途切れてる感ある。その後三能に嘘みたいに負けないように。うおナイス。ジローが全部返すマジで。ワンダーキャッスルの使い手はジローだった。ツバメ返し。まずお前。よーし天才か。行きますよ藤君。うわよーし。お前なんでそんな必殺打てんのねえジロー。なんか気力ゲージを貯めるバフがついてんのかなジローって。あそれともなんかあれかあの途中で覚えたなんかパラメーターのなんか何だっけ特技の中にそういうのいいのがあったんかもしれんな。えっ返してきて。マジか。おい文太さんが傷ついてるぞ。ちょジロー何とかしてくれ。お前の憧れの文太さんが傷ついてるから頼む。これなんか能力下がってんよな多分ピヨってる間。おお急に毒から怖いあいつ。おお急に来るのも怖いジロー。ナイス。これは返せない。ああよし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 立ち直った。ありがとうジローがマジックボレーで立ち直らせてくれたわ。ああ僕が行くよ。オッケー。お前すごいな。永久に必殺技打つやん。ボレーなら誰にも負けねえ。ジローが化け物になっちまった。次の一球で決めていい。あんま生きったあかんで、これジローさんのおかげやからな。ああジローの怒涛の必殺技連打により勝ってるから。丸見えですよ、君の弱点。終わりや。マジで気力たまんの早いな。よし、マイク俺。ナイス。おい。おい。オッケー。オッケー。なるほど。もっと回転が必要だよね。これは。オッケー、返せる。ナイスすぎる。セレスティアボレー強すぎんねよな。あージローのおかげで勝ったわ。ここ勝つやろもう。そうもう。いや勝ったでしょこれは。もう龍馬の出る幕ないでしょ。やったわ。だってこれで負けたら嫌やな。よーしサーブはもらったよ。頑張ろう。よし次は僕がいいとこ見せるぞ。ねえ、ああ負けちゃったのか。まあ俺が勝つからいいけどね。生きてる。あの二人が負けたことに対してそんなに生きれる立場なんやなイブ。リーダーやもんな、まあ、チーム独絶っていう意味ではリーダーか。あええ女の子に見られてなかったこいつ言い訳すんじゃねえ。なんや今の。
ん、なんだよ、待って待って、遅いんじゃないの、待って、うん、待って、今のは嘘、はい、でん、で、オッケー、オッケー、返せる、よし、こういうことよ、うん、おい、はい、これ、はい、シングルスだと結構ね、横に振ったらね、うまいこといけるから、だいたいこのゲーム、はい、はい、はい、これはもういける、はい、届かないんでしょ、分かってるんだから、もうサクサクいっちゃうよ、そして必殺自体が、よいしょ、はい、はい、はい、よし、ダブルスの方が難しいよな、このゲーム、多分ダブルス必殺じゃないとなかなか決まらんとこある、はい、オッケー、よし、テニスや。あ、そうか、イブくんがなんか気力ため、気力を下げるようななんか能力あんのかな、なんか全然必殺ゲージも気力もうたまれへん、だからただのテニスや。ただのテニスすぎてカットものや、これ、うん、はい、オッケー、よーし、勝った。事実上の決勝戦はダブルスやったな。これで可愛いこと中できるかも。いいね。やったー、俺たち勝っちゃったよ。やった。龍馬の出る幕なくしたんが俺たちの勝因やな。あ、この後ダン君しか控えてへんかったからな。ねえ。あー、危なかった。勝利勝利、次もこの調子でいくぞー。よーし、友情度上がった。というわけで、本日はここでセーブして終わろうかなと思います。あ、待って、まだあるか。駒沢シュートかもこのまま、続けてやるしかないから、あ、別のに変えることもできるわけね。まあまあまあ、このままでいいでしょう。もう一回走り込んでいきましょう。OK。いやー、いい試合やったわ。ジローがなんかむちゃくちゃ強いな。あ、ジローのちょっと特性だけ最後に見とこう。ジローに何が、ジローの体に何が起こったのか、すげえ気になる。チームに手応えを感じている。なに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 、急に。いや、勝ったからな、練習試合もな。いや、なんかリーダーっぽかったね、今ね。済ました顔でさ、俺はなんか、このチーム手応え感じるなって顔してた。よし、いいぞ。ステータス見よう。いや、友情度も上がってきてるね。ジロー、これこれこれ、本気。自分よりも高い。メンタルが2段階上昇。あ、これもいいね。動体視力、うん、グリップ、ミスショットでラケット弾かれない、ガムシャラショット技発動の気力消費が次のショットまで遅れる。あー、なるほどなるほど、これやこれや、めっちゃ強いやん。だから2発も連続で必殺技打ってたんか。で、今度ショット時の補正範囲が15センチ広がります。おー、なんかこれもすごそう。いやー、ジローすげーな。うん、ダブルスの時5本続けて自分がボールを返すとパートナーの気力を上昇。こっちもや、これや。だからもうダブルス、ダブルスを組むために生まれてきたようなこの2人だから、ブンタが友情パワーでジローの気力を上げて、おい、俺に憧れてんだぞ、頑張れよってケツ叩いて、ジローがガムシャラに頑張る。なんなんこのダブルス、おい。神か、最高のダブルスが出来上がってしまったな。ちょっとシングルスも頑張ってほしい。ダブルスのなんかインパクトが強すぎる。そして菊丸はもう相当友情度が上がってきていて、で、全体的な友情度もかなり上がりつつありの、ジロの文太好き度とかも振り切っちゃってるんじゃないの。きた、100来てんね、それだけ。文太だけちょっと、なんで青井健太郎とダン君あんま好きじゃないんやろ。あ、ジローと2人でなんかダブルス組んでるからちょっと友情度高いんかな。うんうん、文太がまだ若干人間不信の高いけど、まあでもいいチームになってきたよね。というところで、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。